折々、食卓に花を添える九谷焼。工芸王国石川県を代表する伝統工芸の一つです。その歴史は江戸時代初期から。九谷焼は歴史の変遷を経て6つの様式があります。そのすべてのルーツである九谷の歴史からたどっていきましょう。ここに九谷焼の開祖前田利春公と九谷焼始祖後藤西次郎の2人の貴公妃が向かい合って佇んでいます。九谷焼のルーツは九谷です。でその九谷を今から約360年前に作り出す命じたのが大正寺藩初代藩主の前田利春公 で前田利春公が作れと命じた人物が藩士の後藤西次郎で、その後藤西次郎妃も隣に一緒に立っています。後藤西次郎は加賀藩の家人で金鉱に関する仕事をしていました。後に大正寺藩に移ってからは鉱山開発に携わり、その鉱山での陶石の発見が九谷村で窯を開くきっかけとなりました。江戸時代の前期、前田家は徳川に対抗する意味で文化で天下を取る、いわゆる加賀百万石文化の創生を推し進めておりました。でその九谷の大皿などの器物を使っておもてなしをする、これぞ前田家のおもてなしだという醍醐味ですね。江戸時代から現代まで九谷焼に携わるもの全てがこう仰ぎ見る存在、これが九谷なんですね。しかしわずか50年足らずで窯は消滅してしまいます。その原因は分かっていません。1655年からの約50年間、現在の山中温泉九谷町で作られた磁器が後に九谷と言われるようになりました。江戸時代後期の加賀藩は友禅や蒔絵などの工芸が成熟した中、磁器だけは生産をしていませんでした。そこで最高九谷の機運が高まり、京都の名工青木木兵衛とその助手の本田貞吉を招き、金沢の春日山に窯を築きました。九谷廃絶後の120年後のことです。しかし金沢城の火災により藩の財政が厳しくなって民営に切り替わると、それを不満に思った木兵衛は貞吉を残し京都へ帰ってしまいます。残った本田貞吉という方が、結局最後は、加賀藩の中で藩用を切り盛りする形になるわけですね。その後、なぜか場所を移動してきて、結果小松に。で、加賀藩が発議を出して焼き物を何とかしなさいっていう、ほんの数年前に小松の方でですね、若杉窯という窯が林八兵衛という方によって開かれています。で、林八兵衛さんの窯を使いながら陶石を探して持ってきては試し焼きをしたんだと思いますね。で、この土ならばって見つけたのが今の花坂というところで取れる土なんですね、陶石ですね。で、この陶石実は今現在も九谷の原材料として使われています。で、本田貞吉がその陶石を見つけ焼成可能な土だと分かった時点で、加賀藩は数十人もの職人をですね、若杉窯に全国から集め、でその窯をですね、藩の窯、藩用ということで若杉陶器所というふうに名称を変えて、藩の窯というふうにしてしまいます。で、若杉藩は軌道に乗った段階で、実は加賀藩は焼き物を、他藩から購入することを、輸入を禁止するという措置を取っています。若杉窯は最高九谷のうち最も長く継承し、
定吉の下で育成された弟子たちはその後加賀南部を中心に窯を開き、九谷焼の担い手として活躍しました。その若杉窯にいた名工青谷源右衛門は黒谷を作りたいと切望していました。同じ頃、大聖寺の豪商豊田伝右衛門は春日山窯や若杉窯に続けと九谷焼の聖地である九谷村での黒谷再興を試作していました。縁あって二人は出会い、豊田伝右衛門は青谷源右衛門を誘い、自ら出資して吉田屋窯を開きました。黒谷廃業後の130年後のことです。こちらが当館の中心になる展示物であります、国指定史跡九谷磁器窯跡です。一般には最高九谷吉田屋窯の遺跡として知られています。吉田屋伝右衛門はここに窯を築く前に山中温泉で2年間創業しました。そして、こちらの方に窯をまた移して、こちらでまた、7年間創業したわけです。3回上り窯を、作り直しまして、その最下層がいわゆる吉田屋窯の遺跡と考えられています。吉田屋窯廃業後はその窯跡で飯田屋窯、その飯田屋亡き後も続き、同じ窯跡で永楽窯が築かれました。写真の人物は九谷正座です。九谷焼のすべての様式を取り入れ、ジャパン九谷を確立し、明治維新後の貿易の先駆者となりました。若杉のところへこう11歳でも入るんですからね、大手も見てるし、もちろんその楽焼きみたいなね、源右衛門の作品も見てるから、その影響を受けやすいわね。だからこれは吉田屋か黒谷かって言われる作品もかなりあるわけですわね。いろんなものをやってるとね、自分のやってることに飽きることがよくあるんです。そうすると僕らでも吉田屋みたいなのをやってみたいとか思うことがあるから、やっぱり赤江でも宮本も窯の場合は飯田屋八郎もおるわね。またこれ赤江の精密さをね、それもまた見てるわね。そうするとやっぱりそんな中の良さを取り入れながら、まあ、自分の形を整えていって、まあ、最終的には彩色禁断でっていうところに落ち着いてね、九谷正座っていうのは、ここら辺にこういう焼き物文化をもたらした、まあ、最高の偉人だと僕は思うんですけど、正座がいないとね、この町はおそらく焼き物の町になってないわ。石川県にも商人が出まして、神戸や横浜に支店を持って活躍をされました。その中で有名な刀が綿野吉次さんといいます。ヨーロッパはじめアメリカ、チリ、ブラジルまで九谷焼を広めていただきました。ヨーロッパでは九谷焼の評価が高まりまして、明治20年には石川県での生産高の8割が海外に輸出されたと言われております。綿野吉次さんは九谷焼の PR の他にワグネルというドイツの先進的な窯の技術を持った先生を招いていただいたり、後世まで、まあ、あの九谷焼の発展に、まあ、努めていただいた方であります。九谷焼の特徴は下絵付けと上絵付けです。素焼きの状態で焼くと藍色になる呉須で下絵付けをすることを染め付けと言い、上絵付けとは焼くとガラス質になる釉薬を流しかけ、本窯で1300度になるまで焼成した時期に絵をつけることです。
下絵に対して釉薬の上の絵という意味を持ちます。石なんですけどホクホクした感じというか、ちょっと柔らかそうな雰囲気の石ですよね。形跡分とかっていうのは比重が重いので、それはまたここでこう今度は取っていくんですね。まだ細できるね。細いほど難しい。やっぱり上達するには年月がかなりかかるよね、修行としての絵より全然かかる。で、生地作る方はもう10年とか20年、もう3倍ぐらいの時間かかるね。国谷の和絵の具の色絵を受け継ぐ山田義明さん。ここからは九谷の命である上絵付けの作業を見ていきます。スケッチブック、こんな中からこれにまた一遍描くわけ。あと今から今でも色の、役職君がやるかな。調合は自分でするの。で、自分で色味っていうものを作って。大正時代に生まれた花色の技巧、青チブです。水つけた時にちょっと穴がこれで水を出して。この色をこの中にちょっと吸い込む。おだしような感じでとる方が綺麗に見える。
それが難しいね、打ち方がね。青チブと同様に大正時代に生まれた花爪の技巧は現代風にアレンジされながら受け継がれています。谷焼って和風やし、ちょっと洋風の、あんまり今まであんまりモチーフになってないようなものをこの和風のものに描いたら面白いかなと思って。西田道会の石碑です。道会は若杉窯で作陶の基本を学んだ後、京都や伊万里などで修行を積み、故郷に戻ってからは佐野窯を開き、今も続く呑み九谷の礎を築き上げました。道会が祀ってある東祖神社のそばには、佐野赤絵を受け継ぐ福島武山さんの工房があります。東海さんは作品が少ない職人さんが工房にいて、ろくろの職人さんもいて、自分がプロデュースしとった人かもわからないね。私の武山っていう山の字は白山の本名は竹行ですよね。山の恵みで仕事をさせていただいてるっていうような意識すごく強いんですけど、画号に山つけた人が多いですよね。それは白山の恵み、水一つにしても鳥の声が聞こえるとか、風の流れが見える、 木が揺れたりとか、前に山帽子の木があるんですけど、紅葉が始まるとか、自分が意識しないでも体の中に入ってきてるものが自然に出てくるような気がしますけどね。木原さんなんかも九谷の花坂の粘土スコルトルっていうのは、白山の、ね、地層帯から全部、ね、出る粘土ですから。1300度でだから焼く釜っていうのは釜屋しかできないので、染め付けに結局したんですけど、でもやっぱ焼き物好きやったね。私お金あったら多分買う方に走る。この模様って染め付けでこう描いて、また今みたいに塗ってで焼いたとしても、そうやって例えば亀裂がいったり中に鉄粉があったりして全滅することも、本当にちょっとしたことで銀をやっても綺麗にならなかったり、私さっき言ったように独学なので本当に分かんないことがいっぱいあるんですよ。生地が良ければ絵描いていても気合が入りますね。で人間って物を見て自然と重みを感じ取ると思うんですけど、その重みが実際持った時に感じたのと一致しなければ描いていても気分は乗らないんで、その辺は六郎さんにいつもお願いしてます。和絵の具の色の出し方はいろいろあるとは思うんですけど、比較的クリアでみずみずしくて優しいけど発色がいいっていうか、
当時始めた18歳の私でも美しいなと思える色だったので惹かれました。白っていうよりも青白の少し青みがかったあのクリアな凛とした色と、それと相対する意味って言ったらいいんですかね、入濁して不透明でより白、その青白よりも柔らかい温かい白なので、そういう白の質感の違いを出せたらいいなって思ってるっていうか、でもそれだけを人に入っていきにくいので、またその時の情景がよりその作品とか物の中に入りやすいツールになるといいな。九谷焼の何にこう感銘を受けて九谷焼、自分なりの九谷焼を作ろうとしてんのかなってだんだん思うように最近になってきて、僕は逆に本当に色のテストばっかり今もしてて、最終的には色を見せたいっていうのがあるんですよ。その形の中にどういう風に色が入るかっていうのがあるので、作品のどっかにこう五彩の何かを入れたいなっていうのがあって、あの大皿とかはもうまさにこうネズミがポンと飛んでるんですけど、基本かけっこしてるっていう自分の中でのストーリーがあって、リアルっていうものは一切求めてなくて、自分の中で一回噛み砕いたものを加速してるっていうのが自分のやり方。一度は消滅した九谷焼でしたが、最高の夢を諦めず、先人たちが残してきた伝統を守りながら、新しいものを受け入れてきました。九谷焼はまさに十人十色。また、新たな形で夢の続きを見せてくれそうです。目標としている形として、よく埋蔵文化財センターとかに置いてある発掘されたものをみたいになりたいなと思って、昔の人は筆使いがすごい上手だったので、そこを目標にしたいなと。結構ね、やってみると何でもできるんですよ。だから、うん、割とどんなものも作れるんじゃないかなっていうので、だから先陣を切ってそれを実践してやろうじゃないかと思ってですね。特殊メイクは趣味でやってたようなもんですけど、高校の3年間ほぼ毎日何か作ってましたからね。まあ、最後に一言、やっぱ焼き物は僕はインパクトだと信じてますから、とにかく驚かしたいっていう、まあ、自分が外から来たっていうのもあるし、強いて言えば九谷のなんか性質っていうのはそういうやっぱ多様性を受け入れてくれる焼き物だなって。今の段階でもその固定観念っていうか昔ながらのやり方で描かなきゃいけないとかじゃなくて、じゃあ新しい絵の具も取り入れようって言って、いわばもうちょっと無節操なぐらいに使ったりとか、こうしなきゃいけないとかそういうこともないし、九谷自体がなんか九谷自体がすごい芸術的だと思ってるので、発展してって今があるんだったら、そこがこうアートと結びついても割と自然じゃないかなっていうふうには思ってるんです。